あの今日からここに通うことになった鎌谷くんね。はじめまして。ご両親から話は伺ってるわ。ここに来る途中初めて見るスーパーがあって、家の近所のお店じゃ置いてない種類だったし、それにうち共働きだから。簡単なお料理なら今度教えてあげるわ、君さえよければ。え、奥には台所もあるし。塾なのに。そう、塾なのに変よね。みんな来たみたいね。紹介するわ。秀一、秀一、大丈夫？私よ、わかる？夢？何か変な夢を見たような。気のせいかな。全然思い出せない。そうだ、吉岡さんは？はい。あまりこっち見ないで。でも、メガネしてないし大丈夫かな？メガネ？ほら、秀一くん言ってたでしょ？一緒に財布探してるとき。そうだっけ？お、目覚ましたか。あったぞ。ほらよ。ついでに財布も見つけた。そこの瓦礫の中に落ちてたぜ。君は？ま、詳しい話はみんなのところに戻ってからだな。嘘みたいなことも突きつけられる現実は容赦なくある。叶えたい想いは猫の足音知らぬ間に忍び寄って詰め立てる。これでお前も我々の仲間だ。では秀一、もう一度聞くが、気を失って倒れる前のことは覚えてないのだな。はい。吉岡、お前もか？うん。森に入ったら、クレアのお姉さんの仲間だと思う少年が吉岡さんの財布を拾ってて、その子が突然化け物に。僕たちは捕まってそのまま握りつぶされたような気が。あとは何も。だがこうして二人とも生きてるじゃないか。敵はそいつ一人だけ？あの女はいなかったの？うん、だと思う。お前のせいだ！知ってたんだろ、そいつらはヤバいって。なのに勝手なことして吉岡まで危険な目に。やめて池内くん。その通りだ。こいつの取った行動はとてつもなく危険だけどな。俺はこいつが気に入った。少なくとも二人を見捨てて帰ってくるやつよりはな。違う、俺は。二人は無事、財布も取り戻した。結果オーライだろ。違うか。村上陽太だ。よろしくな。加賀谷修一です。いいライバルになれそうだね。は？よろしくね、秀一くん。
僕は春日勲。え、あれ、僕の自己紹介変だった？じゃなくて、もっとごつい人かと。僕あんな変身だけど戦いは苦手で、本当は花とか植物が好きな。けど勲はすごいぜ。森とか地形を自由に作り変えることができるんだ。そうだ、これ秀一君に。ありがとう。あの、違ってたらごめん。秀一君、子供の頃山田塾に通ってなかった？うん。なんで知ってるの？僕あの辺りに住んでて、秀一君が友達のみんなと一緒にいるの何度か見かけたことがあって、声とかかけられなかったけど、僕君たちが仲良さそうなのが羨ましくて。おかしいな、僕塾ではいつも一人だったけど。え、山田塾の生徒は僕一人だけだよ。友達なんて気のせいじゃない？あれ、おかしいな。でもそうだね。うん、秀一君がそう言うんだもん。僕の思い違いだよね。うん。相原、お前も挨拶しろよ。私はいい。女の人の声けど。遠慮すんな。え、相原出てこいよ。相原美久だ。羨ましいだろ、こいつ透明人間になれるんだぜ。どうせなら俺もこういう力が欲しかったぜ。エロいこともやりたい放題だし、実用性だと最強クラスだな。あ、うん、この人どこかで見た気が。いらっしゃいませ。温めますか？はあ、コンビニの。もういいでしょ。消えた。一応私も名乗っておこうか。小柳さやか、このチームのまとめ役だ。ガチレツだ。ガチ。話を戻すぞ。おそらくはこういうことだろう。二人はその少年に捕まり気を失った。だがそこに別の勢力が現れ戦闘が始まった。そのどさくさで二人はその場に放置され助かった。そうかも。けどあの場所でとんでもない戦いがあったのは間違いないぜ。多分でかいチーム同士の戦争か何か。クレアちゃんのお姉さんだっけ？やっぱその子が仲間と戻ってきたんじゃね？うん、きっとそうだよ。まあ確かにね。どうやらコインを集める争いは思った以上に激しくなっているようだな。だが逃げるわけにはいかない。そんな危険な奴らに力を渡さないためにも。それに集めるのはコインだ。何も力で全てが決まるわけではない。我々には我々の戦い方がある。ちょっといい？なんだ？あんたたちの力も見せてもらったことだし、仲間入りの証っていうの？今度はこっちのを見せるわ。いいでしょ秀一。お、うん。大した能力ね。まあこんな感じね。確かに。お前が中に入ると圧倒的に強さが変わるな。どうだヨタ、戦ったら勝てるか？どうだろうな、自信ねえな。なんなら試しにやってみる？やめとくよ、怪我したくねえから。この傷跡、実に頼もしい仲間が入った。もう日が暮れる、今日は一旦お開きにしよう。待ちなさい。
あんた本当は知ってるんじゃないの？あの場所で何があったのか。秀一君と同じよ。何も覚えてないの。嘘よ。もしかして私が秀一君の中に入ったの怒ってるの？そうね、あんたじゃ無理よ。秀一には私が必要なの。私じゃなきゃダメなの。私がいなければ秀一は戦うことも人を傷つけることも。やっぱりそう。あなたと秀一君はまるで違う。あなたと彼は一つになれない。やっぱり怒ってるよな。僕が一人で危険な行動を取ったこと。秀一、お腹空かない？いいわよね、こういう場所でご飯食べるのも味があって。で、僕に何か言いたいことがあるんだろ。どっちが気持ちよかった？私とあの女入れたんでしょ、秀一の中に。しかも裸で。違うよ、あれは仕方なく。仕方なく。じゃあ私を入れるのもそうなの？それはねえ、もし秀一がそうしたいならもっと気持ちいいことしてもいいのよ。なんてね、冗談よ。伸びちゃうわ、早く食べましょう。私にはわかる、あの女は嘘をついている。ヨータはあれがチーム同士の戦いだと言ったけど、だったら血の跡や足跡がもっと散らばっているはず。あいつが現れて二人を助けるために戦った。いや、でもあなたと彼は一つになれない。虻川君だよね。こんなところで何してるの？加賀やん。なんで？散歩だよ、暑いし目が覚めちゃって。車に轢かれたみたいだよ。俺も散歩してて見つけちまって、なんとなくほっとけなくってな。手伝うよ。貸して。いいよ、一本しかねえし。けどどうした、加賀やん？いや、それにしてもお前メガネがねえと本当別人みてえだな。そうマジかよ、捕まんだろ。マジだよマジ。あ、虻川じゃん。知り合い？おう、まあな。ありがとうよ、助かったぜ。何それ、朝っぱらから何してんの？ちょうどよかった、なんか奢ってくれよ。はあ、高校生にたかんのかよ。あの死体、まさか。バカなこと考えるな。けどあの虻川君、まるで僕の知らない人みたいな。ああもう、どうなってんの？はい、治ったよ。ありがとう。あのさ、三船さん。ん？どうしたの？いや、何か悩み事でもあったら言ってね。ありがとう。くそ、あいつまた違う女だ。おとなしい顔してどんなクソ野郎だぜ。うっ。